エーレンフリート、バルター・フォン・チルンハウス、エーレンフリート、バルター・フォン・チルンハウス、エアンフリート、バルター・フォン・チャンハウス。1651年4月10日から1708年10月11日は、ドイツの哲学者、数学者、物理学者、生理学者。ゲルリッツのギムのジウムを出て、ライデン大学で、数学、哲学、科学を学ぶ。スピノザ、ホイフェンス、ニュートン。 ライプニッツら同時代の最高の知性とも信仰を持つ一流の知識人として活躍。数学の分野におけるチルンハウス変換の考案。そして現在分かっている中ではヨーロッパで最も早く時期の調整に成功した人物として知られている。メディシーナ・カー・ポーリス1686メディシーナ・メンティス1687アクタ・エルディトラム1690 チルンハウスは1704年にライプニッツの秘書に自分で調整した時期を見せたとされている。その後チルンハウスはこの技術をザクセン選定貢献ポーランド王のアウグスト2世に売り込み時期工房の創設を持ちかけるがアウグスト2世はチルンハウスの提案を退け錬金術師ヨハンフリードリヒベトガーに協力して時期調整の技術を完成させるよう命じる。 1707年にチルンハウスは、アウグスト2世に、実証性技術提供の代価として2561、ターラーの支払いを要求するが、アウグスト2世は、工房が実動を開始するまで支払いを延期。翌年チルンハウスは死去したため、結局チルンハウスがこの支払いを受けることはなかった。1709年。 チルンハウスの研究を受け継いだベトガーが磁気調整技術を完成させた。これがマイセンの磁気の始まりである。ありがとうございます。